足を細くしたい人におすすめなエクササイズです。皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ストレッチポールを使った足痩せにおすすめなエクササイズを紹介します。今回のエクササイズをすることで足のむくみが取れやすくなったり、あとはですね、太ももの前側の筋肉が張っている人、そういった方にはね、とっても効果的なエクササイズになります。2種目2分間やっていきますんで、一緒にやってもらえたらと思います。ストレッチポールがない方はですね、クッションでも用意してもらって、まあ代用できるかなと思います。では説明します。はい、ストレッチポールを置いて寝ます。で、このストレッチポールを腰とお尻の境目ぐらいに置いてもらって、足をこのようにします。これでこういう感じで足を上下に動かしながらつま先を動かします。こういう感じです。あんまりこうやってやるとですね、ハムストリングが効かないんで、できるだけ足を倒してこういう感じでハムストリングの鍛えながらふくらはぎを適度に動かします。これでふくらはぎを使う場合は負荷が軽いですから、ふくらはぎの筋肉が発達しやすい人にもこれはおすすめです。歩いてしまうとですね、ふくらはぎ大きくなる方もいるんで、そういった場合にもこれは効果的なので、こういう感じで足首を動かして、ふくらはぎを動かして、太ももの裏をこのように動かしてエクササイズをします。で、2種目目は足首をこのように動かさずに、足だけをこのように入れ替えて動かします。この時に足をしっかり振りますから、上げた時にハムストリングのストレッチ、戻す時にハムストリングを鍛えるという感じで、鍛えながらストレッチ、鍛えながらストレッチという形になります。この時は足をしっかり大きく動かしますから、ストレッチポールをしっかり押さえてください。ストレッチポールない方はクッションまたは布団を固めてもらって、そこにお尻を乗せてください。では2分間やっていきましょう。スタート。しっかりね、できるだけ足をしっかり手前に引き寄せて足首を動かします。これでしっかりね、足が高いので血流も下がりますし、むくみがしっかりね、すっきりします。もう少しです。2分目は今度は足を大きく上下に入れ替えます。結構ハムストリングが疲れますよね。はい、残り1分、大きくね、足を大きく切り替えてください。しっかり足を上げて、もう180度開くぐらいの気持ちです。しっかりストレッチしながら、しっかり鍛えてください。はい、OK です。皆さんお疲れでした。どうでしたか、このストレッチポールを使ったエクササイズ。足がね、さっきやる前よりもすっきりしてる感じがしませんか？どうでしょうか？スッキリしてよって方はよかったらコメント待ってます。今回のエクササイズなんですけども、まずポイントとしては足首をねしっかり動かして、ふくらはぎを動かす、そのことによって足を高く上げて動かしてますから、足のむくみがねぐーっと引いてきます。で、あとは足を
ハムストリングをね、上に持ち上げてますから、そこでしっかりね、ハムストリングが鍛えられます。なので前もも張っちゃうよっていう人にはね、今回のエクササイズがおすすめです。あとは私どっちかなとか、スクワットしたら足太くなるタイプかな、どうかなって気になってる方はね、もう今回のエクササイズは間違いないので、まあ太くなる方、太くならない方もやってもらえたらと思います。あとですね、部分痩せに関して、まあたまにコメントが来るんですけども、まず部分痩せっていうのはないよって思われるかもしれませんけど、まあ実際はあります。というのもですね、細いけども、二の腕だけ職業柄太い。マッサージしますとか、介護士、看護師、腕の力使いますとか、細いのに、ももだけ太いとか、ふくらはぎだけ太い。そういった方はですね、筋トレしながら食事管理しても、そこは変わらないです。なので、部分痩せって言いますけども、まず、お腹だけ部分痩せできないよって、それはできないです。お腹は脂肪がいっぱいありますから、お腹とか背中とか、その辺は部分痩せが不可能です。ですが、二の腕、太もも、ふくらはぎっていうところは、筋肉のバランスによってそこの筋肉使いやすいとか、職業柄筋トレをしてそこの疲れが取れないとか、そういった方はですね、そこに脂肪もついてるかもしれませんけど、筋肉がいつも張ってたりするんで、そういった方がストレッチを含めて筋トレの負荷を軽くすると、そこは細くなります。いわゆる疲れてる筋肉が緩んで、血流が良くなって、疲れが取れますんで、そこの筋肉の張りというのがなくなってですね、実質細くなります。そういったことを部分痩せというふうに、まあ一般的には呼びます。部分的に脂肪が減るっていう部分痩せって言葉ではなくって、そこの部分が変わるということが、まあ部分痩せという言葉になりますんで、まあよくコメントが来てね、まあよく理解されてなかった方なんかは、まあいわゆる筋肉の張りをなくす、疲れてる筋肉をなくす、無駄な筋肉を落とす、そういったことが部分痩せにつながりますんで、まあそこのご理解をしてもらえたらと思います。今日ね、太もも痩せのエクササイズだったんですけども、まあ頑張った方はですね、何日目変化、そういった方はコメントをね、常に残してもらうとですね、あ、10日目こうやってコメントしてたなとかね、気づけますんで、まあ徐々にね、できてきてることに気づけますんで、よかったらグッドボタンやコメント残してもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。